時刻は9時30分を回りました嘘のような本当のはの時間ですねはい、えー、mc は私土井いデトがお送りしますこの番組は技能はヒルズ通り fm 技能は海の見える素敵なねリニューアルされたスタジオから、えー、お届けしてまいります、ね はいはい。えー、まあ、メールアドレスね。えー、いつも、あの、水素のお話だったり、健康のお話だったりで、ねえ、みたいな、えー、お話をお届けできているかと思いますけれども、なんだろうなぁ、なんか気になるなぁっていう方、メールアドレス 797-fmguino1.com、f m g u i n ド1 c o m またはお電話でお問い合わせをいただけたらと思っております。 はい。ではね、えー、今週も元気にお届けいたしましょう。ゲストには、いつもように東京から、えー、北条正宏さんです。おはようございます。はい。おはようございます。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。はい。えー、今日はまた、ちょっと久しぶりになりますね。えー、ヨッシー新井さんもお迎えしてます。おはようございます。はい。よろしくお願いします。ますかなり半年ぶりぐらいですかね。<laughs> ですかね。はい。でも準レギュラーですよね。準レギュラーですね。ありがたいことで。よろしくお願いします。今日はなんか一人だけは水素ボトルやってますけど。吸いながらで。はい。いいですか。あの、これ。素晴らしい。番組出るっつ、わざわざ。ずっと。 ありがとうございます、はい、もうドクター水素ボトルご愛用で2年ぐらい 2>, <laughs> 2年ちょっとぐらいですよね,ね<え>ありがとうございますありがとうございます、はい、もうなん,なんですかこう健康状態はすこぶるよろしいですか順調ですね,ね、まあ、いつも絶好調です、ええ はい、メネタク八十九歳を迎えられる。はあははははは。先月ね。先月,先月だいぶ一つ年取る年でしたけど。<laughs> まああの調子は変わりません、ね。だいぶ乗っけちゃいましたけど。こ <laughs> こまでも元気なのということで。減らすならともかく。<laughs> <laughs> いやあれ本当ね若い方々にこう一緒にいてもね全くこう一緒なんですよ。もう元気そのものでありますが。なんかね,そう,ねそう言われるんですけど。 わかりますでもねこれは何のおかげか皆さんのご想像にお任せしてと奥様も若いしねそうですよねあの綺麗なやっぱねお会いになったするたびにちょっと悔しくなるっていうねあそうですか今日奥様は奥様はですね今日は踊りのね練習とかね最近またあのんですかファッションショーとかねいろんなもういろんなこと呼ばれたりして大変ですよもう。 そんな、ね、新井さんはあのドクター水素ボトルご愛用もなんですがあのお誕生日を、ねはい、お迎えになられかつ最近の近況としては何かございますか、はいまあ、まずはあれですよね <laughs> この同じ麦川でやっぱり、ね、ラジオ、まあこのね、水素ボトルをずっと愛用してますけども、うんまあ、水素ボトルの台がですね先生 <laughs> 先日壊れましてなんか倒れ倒れってやって台が。 ありますよね丸いやつ。はいはい、あの悪い枠が割れ,ちゃって割れて倒れて水が入ってきたんですよね。まあそんなことでね, <laughs> ね<え>大丈夫かなと思って <laughs> それであのね <laughs> あの聞いたら、まあ、ホースも変えてくれたりね、大門、はい、が新しくできるつうんで。なんかね、夢,しし夢見ながら、それが起こると、あの、あれですよね。水害にあったような感じで、目が覚めるときありますよ。<laughs> 私も何度かありますけど。あそう,ですうわって思いながら、目を覚ますと、蟹、はい、浦から水が出てあ。ありますよ、あります。僕はなんですよ、蟹、うん、浦にね、やっぱり、ポポコって、水が水滴入っちゃってやか、やっぱなるじゃないですか。したらもうね、ビュンビュン振って。 うんあの水飛ばしちゃうみたいなああそう、うん。本当あのロボット使ってたんだよな何か入ってくるのなと鼻に水,水が鼻水てなりまるのか先ほどね拝見というかあの触らせていただいたんですけどあれはご愛用だったはい、はい、あの先代のカニウラ。<laughs> すごいもう長年長年か2年ぐらいご愛用ってるなるんですか

もう月曜日と日曜日と二回で入っ、はい、は,はい、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 日曜日はだ再放送でやと思ってるんですよ。あの多彩なゲストの中にもね、はいはい、あのご、ー、年配の方もいらっしゃると思うので、はい、元気になりたいね。はい、方にはね、そうそうぜひ、ぜひと思っておるんですけども、はい、最近いかがお過ごしですか。目は皆さんお元気ですよ。<laughs> <laughs> お忙しそう今日新井さんねゲストに来ていただくって違うんですよ LINE が飛んできましてね私に先ほどの壊れてしまってカニ漬けに水が入っちゃったんだこれ持ってきていただくのが一番早いんですったら今日壊れますそういうことてそして出演オファーに変わったもう同時ですよねあいがたいありがたいですありがたいですの 旅館の仕事をね始めてたんですけど、旅館の旅館おかですか？あいやいらっしゃって、スナックの方がいいかなってこと。まあまじ旅館になったんですか？ひょっとすると疲れちゃって、うんまああのそれでさっきあのかなり気だるそうに入ってきたんですね。そうなんですよ。ホテルじゃなくて旅館？ あるんですけどね。寮間へ雑巾掛けから始まるんですかいやもうあれですよ。あのそれね清掃も僕私やってきたんですけど、こう清掃あのトイレットペーパーをね三角に折れます。あああのこれねうちのジョーも得意なんです。ジョーがトイレ入った後みんな綺麗に三角に折ってあるんですよ。私59歳にして初めて一回使い終わった後にこう綺麗にねやったことないですね。やったことない。そうね。 もずがると、こうひらひになる。んどどどこの旅館なんですか?。いやいや、まあ、ちち。ちちきは。中間荘。女荘。女荘。ええ。まあ、疲れましてね。あの。今、だから、放送、そう、やめたんですけどね。まあ、疲れちゃいました。その、り旅館の、一部屋一部屋に水素ボトル置いたらいいじゃないですか?。まあ、ね、それ、本当に、あの、レンタルでね。あの、それぐらい、癒しの空間と思うんですけど。新井さんはどうですか水素旅館、水素ボトル旅館って。 荒井 <laughs> さんのご活躍は最近ご活躍は相変わらずお歌も、はい、歌も頑張ってだからもう趣味ですからね。あとは仕事としてはやっぱりあの外国人の、ね、技能実習生とかあ<ー>まあ旅館じゃないんですけども世界自然遺産のを目前に望む国神やんばる国神のやる研修施設宿泊施設とかキャンプ場とか、ね、自然の。 いわゆる散策路ネイチャートレイルって言いますけどねそういうところの運営ですね、まあ、そういうのを、まあ、営業中心にもうねいい年なんであのジズムはやんないんでもう営業中心に人を紹介とかねううとあれは浦添にあります塾の方はあの塾は私はあの今はもう。 年なんで直接は関わってませんけど経営をちょっと手伝っている程度でね。なるほどで塾は今厳しいですよ、少子高齢化でどんどん子どもたちが減っているし大学とかそういういわゆる受験戦争というのをこう下火になっているでしょ誰でも今、大学に入れる時代ですし無理しなければ選ばなければそういう時代ですしまた。 あの内地がやっぱり子供たちも少ないんでいわゆる大手の塾が全部進出してるんですよ。日農県であるとかね沖縄にそう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 ん、ガゼットとかね<ー>本当にの大きい,そのじゃい全国組織の資金力のある塾が進出してきてこれが結構やっぱ実績出すんですよあの、ね、資金的にも余裕があるしいい講師も雇えるんでしょうかね分<ー>からんけど。 衛星かなんかの授業みたいな映像結局、ああいうところになってきちゃったらもう映像を同時に流せばいいわけだからいくら増えたっていいんですいろんな、ね、システムの、ね、ところが入ってきていですよほどね、はい、そういう現状も。僕はあ,のあと 専門学校をね前以前立ち上げてね、うん、シーバっていうね専門学校やってましたけど、はい、その責任者やってましたけど、うん、まあ、まあ、しやっぱり専門学校を県内のいろいろ聞いてみて、まあ、僕はそのあの沖縄県の教会の事務局長もやってたんですけどねやっぱりそこのとこ少子高齢化っていうか子どもたちの数が減ってるんで厳しくなってきてるて学生募集がねそのを補うように入ってきてるのが留学生、うん、東南アジアからの留学生これがね まあ、ネパールを中心に、すごい増えてるんですよ。だから、ある学校なんていうのは、も半分以上が留学生とか、専門学校ですよ。んそんな風になってますね。すすまあ、その留学生のいわゆる専門学校に来る前が、まあ、に日本語学校行くんだけどね。まあ、日本語学校を、その再生国沖縄はもう、すごいですよ。数が。まあ、いろんな教育が、いろいろか、変わってきてますよ。二大統領。後、あとやっぱり沖縄で、教育で変わっているのは通信高校。 これの沖縄メッカですね。もう二十数校ぐらい通信があるんですよ。よくあの新聞でも見ると思うけど、通信高校で甲子園に行こうっつって。野球でもって県内のやる高校野球で決勝に行ったとかね。優勝したとか、優勝もあるんですよんあれ。大会でん。あ、びっくりした。野球はやるけど。えっと、学び、なんですか。勉強は。 それはちょっと分かりません通信だから日頃はレポート書いたりとかでスクリングっていって時たま授業もあるんですけどそれちょっぴりなんですよあとはでもずっとレポート書くだけでお仕事日頃はねしててどっちかというと野球中心にできるんじゃないですかね野球を中心に生活するというそうですねあ教育も変わってきますね一旦ちょっと CM 入りますねはい 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOOEAST 株式会社電話番号03「0335272211」はいえう、ー、のようなコントの。 まあ、ということでね、えー、毎週お届けしております。皆さん、最後まで楽しんでお聞きいただけたら嬉しいです。土井秀人とよっしー新井さん、お迎えしております。で、はい、まあ、教育問題ね、ね、ドクター水素ボトルでね、毎週お越しいただいている北条さんも、まあ、ね、北條さんもなんか昔はせせ、先生や,やったんですか小,小学校のね、あの免許を持ってるんで、あ、そうですか。教育実習はやったことあります、ね、小学校の。小学校です、小学校。実際、教団もたった。 あの小学校五年生の子供たちも。子供。大人ですけどね。学校教員の免許持ってると。あの、そういう学校で教えるだけじゃなくて。今いろんなね、幅広く、ほら、あの、どうせやってたグループホームとか。あ,<ー>あれ、学校の教員免許持っている人とか保、保育士とかっていうのは。そこで働く資格があるんですよ。あ、そうなんですね。うん、サビカンとはまた違います、ね。サビカンも一緒です。サビカンもそういうのもありますよね。うん、サビカンとあといわ自,自発感ってやつ。はい。 これはそういうが違う教員免許とかそんな持ってないと結構あの厳しいんですよ。あ、なくてもできるんだけどあった方がそのいわゆる点数がねつくとか。なるほど。まあこれはそれから人材少ないんですよ。なるほどね。よくサビカンが見つからないからねそのいい説の箱あるけど管理者がいないってよく言いますよね。大変だからそういう小学校の教員やってんだったら。 将来あのグループホームやって老人のねグループホームやってこれこれをあのなんだあれ水素ボトルこれをみんな各部屋に置いて土井さんも旅館の女将やるぐらいだからね元 GTO の。 <laughs> ね<え>あれ前おじグループホームや、グループホームやったでしょ。まあやったとっ,ってもグループホームの僕はやっぱり当然そういうなんて免許もないので、あ,あ,はあ、であの管理者やったりとか、あ管理者ね、はいはい、できるね、トータルでね、完的に見させてもらう。ね、うん、なるほど、補助さんにもいろいろ管理者だと思って。ああそんなことに。 思う <laughs> 思うんですよ。だからだいぶまだね、あの僕らそうは言ってもあの管理キーズですからまだ青いのであ,<ー>あのだいぶ弱ってきてからというビジョンの中では本当本当ありだと思いますよね。ね,ねやっぱり皆さん元気でいてほしいからねすごくそのそういった意味ではありえますよね。まだまだ施設は足んないみたいですよね。いや全然全体ですよね。やり、ねはい、たい人がいっぱい,いね、はい、いらっしゃるから。はいえー はい、まあ、えー、そんなわけでね、あの,、はい、あのちょっと全然そんなわけも何もないんですけれども、あの北條さんとちょっと久しぶりにね、お会いして、あのやっぱり全国ね、つつ浦々じゃないですか、北条さん<ー>で僕ら、で僕はもう、荒井さん以上にやっぱり沖縄からあまり出てなくて、荒、うん、井さん、この間、なんですかマ,マレーシけど、こですインドネシア。 全然違ってたんたけども、インドネシアに行かれたり、それこれドバイに行ってきたり、ドバイドバイやばいんじゃないやばいやばいぞ、やばいみたいな、全然違うから。えっと、中で、逆に、スイさの仕事ですかそうです、世界最大の健康博覧会に招へいして出ました。日間 延々喋り続けてで三人の方があの私の通訳になってくださるんですけど、通訳いるんだね。相手の国の言語によってこう通訳者が変わるんですが、私はひたすら喋ってたんです。あどうぞ、その同時通訳みたいな形でやってくるるんアラビア語でしたね。アラビア語英語。からねロシア語もあるし、からポルトガル語もいるし、英語。三四カ国語一斉になんとの。 まあ、その来られるお客様によって、言語が違うので。だから、お客様変わるし、通訳者も変わるんですけど、私は常に喋ってるっていう。になってっ <laughs> 相当成果上がったんですか。なんかおかげさまで、やっぱり、あのお金持ちが住んでる国なんで。す,すごい好評で、まあ、何しろ血流が変わった瞬間に。アメイゼン、アメイゼンって叫ぶんですよ。<う>これでね、まあ、医者が多いんです。 見に来るの、はい、だからお医者さんはあの指先の血流に良くなったら病気の95%は解決するってみんな言いますからそれはもう日本だろうがかあの海外だろうがみんな知ってることなので、はい、だからあのみんな喜ぶんですけどなんとその健康博の総集編みたいな。 この面白いブースをぶわっと映していく最後<ー>終わった後の総集編があるんですけど,ど、ね、そこに指先の血流を私が見せてるところが出てくるんですよ。<ー>だからそれぐらいやっぱ衝撃だったみたいですねの、はい、人たたちからしたらしね。 ままますすす期待できますね日本から比べるとやっぱり随分遅れてるので水槽に関しての、うんるね、遅れてるの、はい、だから、はい、多分ん日本で僕が8年以上前に感じたことを質問としても日本ではもう今あの水槽っていうとああ体にいいやつですよねとか私欲しかったんです<ー>とかそういう人多いですけど。 ドバイいったら水素ってなんだみたいなさ、アブラか、そうそう爆発するんじゃないか,とかね、そういうこう非常にあのなんていうか入り口の会話が多いですね。ただ指先の血流見せればお医者さんたちは、はい、もう欲しいもう惜しい、ねはい、面白かったですそういう意味でちょっと一旦 CM 入ります。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO イースト株式会社電話番号はい嘘のような本当のは。 えー、今日もね、宜野湾市のスタジオからお届けしておりますけれどもね、ねパーソナリティード、イヒデトと、えー、ドクター・水素ボトルのジョマサイロさん、それからヨッシー荒井さんをお迎えしておりますが、ちょっとドバイ、なかなかこう聞きなじみがあるようでない、うちんしろね、特にね、まあそうねドバイ行ってきたよっていうとね、やっぱりどこなんだろうなっていう感じ、ね、これがサッカーのね、支配のドバイでああ<れ>ちょうどその時期だですね。 であのマツコ・デラックスがいっぱい歩いてるんですよ。なんていうんですかねあんまり向こうは締め付けるものとか着ないんでんドバーンってこうシーツ一枚まといましたみたいなそう,そういうんで,でお腹だけがポコーンと出てって、はあ、私が行っても大して目立たないんですよ。言ったら何ですかだからもう, <laughs> もう思いっきりだからお客様がいっぱいいるみたいな。はあ そんな感じです。先 C. C. M. の時に、嘘のような本当の話で、クロワッサンが四千円とか。嘘のような本当の話だね。でもね、あの街のね、あのちょっとしたこう。ダウンタウンってじゃないですけど、その。働いてる人たち、で稼ぎに来ている人たちが行くスーパーの値段は、日本と同じぐらい。ほとんど変わらないですね。物価はね。まあ、いろんな物価はね、世界中上がってみたいで。ニューヨークはラーメンが四千、二千円するとかね。 日本はまだ本当に、ね、そんなに値上が,がりしてないんでね日本の中だけで生きてる<あ>の方が方いいいかもしれないですけど暮らしやすいのかなと思うけど日本では給料が上がってないからそうです、ね、かえって厳しいとかい、ね、いろいろありますね物価が上が,って上がってきてますからね,、はい、ねそのわりにお給料が上がってないんで<ー>そこが問題点ですよね。えー 皆さんもご存知ほら観光で沖縄にも、ねまあ、北海道にも東京にもやっぱり多いじゃないですか海外のお客様ね、はい、インバウンドの方々の。 実はかなりの大半の人たちが裕福な人たち、日本があ,の、まあ儲かってないから、うんね、こうやってあの逆に、まあ、まあ来てあげてるぐらいな方々が結構多くて、はい、ところが日本人の側からすると、来てくれて嬉しい嬉しいってってね、わってやってるから、この実はアンバランスさにあんまり気づいてないと、大変なことになるなっていうのはあの、ね、ドバイを見たりじゃないですけど、勉強、ね、になりますよね、お話聞きますとね。 今日ねここに来るまで話全然違うんですけどねエンダーに寄ってきたんですよ。でエンダーでルートビーヤを買ってきたんですけどねお店の中に座ってる女の子たちこの T シャツばっかり着てるんですよ。これはオリオン T シャツ。でみんな10人ぐらいでオリオンズって僕ら呼んでたんですオリオンズがいっぱいいて。 お店の中の、ね、3分の1ぐらいの人たちがオリオンズなんですよ。だから今なんかそのよく分かんないですけど例えば芸能人がこのオリオンズを着て、うん、T シャツ着て写真撮るとか流行ってんのかなってみんなで言ってたんですけど僕ら昨日たまたま北ン行って<う>あのまだいくらなんでも沖縄も寒いでしょうと思ったら。 やったら暑くてトレーナー着てたらもう汗だらだらになっちゃったんで、ね、慌てて買ったんですけどね私は事情があって買ったんですけど <laughs> オリオンもね<う>オリオンを買って、ねね、しかも 2XL なのに日本人で言ったら 3XL か 4XL レベルですよだからあマンだったら買いますって言って買ってきたんです <laughs> うだからオリオンビール T シャツ好きな方が。 もうどう見ても観光客です嬉しそうにね、北、まあ、あたりね、私、はい、も新井さん住んでて、やっぱり北あたりもそうですし、あのマクドナルド行かないですね、別にどこにもある。ああエンダーって言ったら、やっぱり観光客めっかいですね,やっぱね、地元の人、あんまり、まあ、好きな人はあれね、あんまりいないですね。うん、うんねまあまあ、それぐらいね、こう世の中、いろいろとありますけれども、あのドクター水素ボトル。 ね僕もこの最近ね実はまた話があるんですけどあの、えー、女性綺麗な女性3人にレンタルをはあ、はあ、レンタルもちょっとねはあ、はあ、やらせてもらってってレンタルしてって言うんですけどあのこの間ねあの業務用の来てくれてたりで,で「買うお買い求め前提でレンタルしたいんです」だから「あの井さん水素あ何ですかゴーグルゴーグルつけてもらっていいですか?」って言ってちょっとねあのちょっと おじさんだったらやめてもこうかなと思ったんですけど綺麗な女性だったんで思わず好きちゃったんですけどゴーグルどうういこと目をやののみに水素を当てる水素をガーッ出すんですで鼻の粘膜に水素が高い濃度の水素触れると血流が良くなるんですが目の粘膜も同じように水素が触れると血流がうわっと速くなるんですあそうつ 目ってあの毛細血管の塊なんで<ー>水素が触れることをそれから酸化しているものを改善してしまうことすすごくいいんですよ、はあまあこれはです、ね、あの白内障とか緑内障とかそうです、ねうん、うダイレクトに効いてくる、うん、聞くと、はい、たらまずいからあのダイレクトに影響が出たりするということですね。あの まあホームページにも出てるんですけど、要は今、あのお花、カニウレっていう、まあ皆さん、ドクター水素ボトルって、あのなんですかね、もう巨大な一升瓶みたいな大きさじゃないですからね、ちなみにね、こうやって普通のペットボトルのサイズでってっても、新井さんも今、ね持ち歩いて肩にかけてるんですけど、専用のバッグもあってね、あのゴーグルあるじゃないですか、あの普通、メガネみたいなね、あの水中メガネみたいなイメージ。ねででそここ両サイドにこう 刺さってるっていうニウレが入ってるんですよだからそこで要は、えー、と水素を普通にやりますとあの吸入しますととそのここの中にあの目の周りにゴーグルの中に閉じ込められた空気中に水素が押し込まれるみたいなイメージだから何ていうんですかねで鼻,の今鼻孔に皆さんね当てていただいてるんですけどなん,かなんかねすごい本読みやすくなったりね。 これあのゴーグルと鼻と両方一緒にできないの?。あの、えっとですね、うちの常務がこの。で、水素ガスの出口を二つに分岐させ。て両方で使えるパーツを何か作ってましたけど。それ、いい、いいと思うねぜひ次の開発して。業務用は出口二つそもそもあるので。両方できるんですね。あ、そうなんですか。そうそう、業務用のね、お話もっては思ってはいるんですが。 そろそろちょっとね、今週も時間来てしまいまして。はい、ええー、あ<ー>よし、あやらな、はい。ええー、北条勝さん、はい、今日、はい、今週もどうどうも、ありがとうございました。